ストレスフリータイム。こんにちは、タカです。今日はね、家を飛び出して、近くの公園、まあ公園というのかグラウンドというのか、まあ草ぼうぼうでサッカーもしているのかどうか分かりませんけども、まあ外に出てきました。これまでね、 YouTube を十何本上げてますけども、思いつきでね、いろんなものを上げてきたんですけども、何かこう、シリーズものをね、一つ二つ作りたいなと思ってて、で一つね、こうチャレンジするものというのをシリーズ化していこうかなと思ってます。私は2020年、今年も50歳になってますけども、50歳なんでね、50歳で50個何かチャレンジしたいなというふうに思ってます。ただまあ大きなねチャレンジじゃなくて、小さいチャレンジとか、しょうもないやつとかね、いうのも含めてこう、楽しみながらね、なんかチャレンジできたらいいかなというふうに思ってます。で今日はね、第1回目なんですけども、せっかくこうグラウンドに来たんでね、ちょっと運動ものをやっていこうかなと思ってて、早速今日ね、朝縄跳びを買いに行きましてね、ちょっと縄跳び二重跳びを100回連続できるかどうかっていうのをちょっとチャレンジしてみようかなと思ってます。縄跳びなんてね、もう遊びでちょろちょろというかね、やったことはあるかもしれませんけど、本当に真剣にこう飛ぶっていうのはね、もう本当の30何年ぶりとかね、もう小学校中学校以来なんじゃないかなと思ったりするんですけど、ちょっとこれでね、二重跳び100回跳べるかどうかやってみたいと思います。2020年、タカさん50歳、二重跳び100回連続できるかチャレンジ。パチ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 。なんじゃそりゃ。よし、じゃあチャレンジスタートします。無制限にやるとね、倒れてしまうんで、もう1時間の中で100回できるかどうか、できなかったらチャレンジ失敗ということにします。じゃあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21。2回目。3回目。6回目。30、30、30、30、30、40、40、40、40、40、40。まずはね、いきなり100を狙うんじゃなくて、まず50だね。まず50飛べんと、100なんか絶対無理だわ。当たり前だけど。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、
20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100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 
66ぐらいいったかね。やればやるほど伸びるんだけど体力がついていかん。1時間制限でやろう思ったけど持たないんで30分でやめます。次がラストにします。はい、これで終わりたいと思います。二重跳び100回連続チャレンジしてみたんですけど、まあ、30分ですけどね、65回か66回が、ベストということになりました。まあね、言い訳ですけど、まあね、何十年ぶり飛べないですよね。でも悔しいな。いけると思ったんですけどね。まあこんなもんかな。まあ50のチャレンジの一つ目としてね、失敗からスタートしたんで悔しいですが、まあ成功するものばかりねやっても面白くないんで、まあ良かったかなということにしておきます。2020年高さん50歳50のチャレンジ1回目、二重跳び100回連続チャレンジ失敗ということになりました。悔しい。以上、タカでした。バイバイ。